はい、皆さん。こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日コリスです。え今回はですね、まあ、こちら、レターパックライト、届いたので、開けていきたいと思います。これはですね、ちなみに、フェラムネのおまけの元ネタを購入しました。はい。元ネタっていうのは、フェラムネのおまけの元になったもので、昭和の玩具だったり、昭和のお菓子のおまけで、造形が類似していたり、造形が全く同じという、 ものになっております。じゃあ開けていきましょう。こちら。目の疲れ。目のかすみに。ね。こんなの頼んだ覚えないんですけど。<laughs> 何これ <laughs> どういうことこれ頼んだ覚えなかったからなこの中に入ってんのね、じゃあ。マジでびっくりしたよ、俺。今。あの、プチプチとかで結構送られて入ってくるんだよね。このスタイルは初めて見たな。 はい、こんな感じでございます。はい、こんな感じで、ね。こちらです。うわー、やばいね。で、この段階で何が求めたかっていうのを見分けるの本当に難しいと思うんですけど、結論から言ってしまうと、こちらですね。はい。こちらのこの銀のメッキで覆われてる車。これがですね、笛ラムネのおまけの 元ネタになりますね。でこう正直言っちゃうとこちらに今映ってるものたちは笛ラムネのおまけではないので、まあ、関係ないやつなんですよ。はい、ということで早速見ていきましょう。こんな感じで付ける部分があるんです。はい、こちらですね。この手前に映ってるプラスチックのやつが笛ラムネのおまけになりますで。奥にあるのがこの元ネタなんですけど、造形が 一緒ですかねじゃあこの戦車の方から見ていきましょう。はい、こんな感じでございます。横から見た感じ。そうですね。全く一緒ですね、多分。タイヤすらも一緒かなこうこ後ろから見た姿は。ああそうですね。まあ、強いて言うならこのストラップの穴にちょっとご注目いただきたいんですけど、フェラムネのおまけの方が少し穴の位置が 右に寄っていて、元ネタの方がまあ穴が真ん中にあって、しかも少し大きいという。それぐらいですかね。はい。で、あと多分、ここの、大砲撃つ部分、こうやって戦車と取れるんだけど、黄緑色の笛ラムネのおまけと比較すると、若干違うかな。 あ、でもほとんど一緒だね、造形は。あほとんど一緒でした。まあ、お次は裏ですね。どんな感じになってるでしょうか。ここに、ちょっと本当に見づらいんですけど、こう香港の刻印がありますね。これが元ネタです。で、フえラむねのおまけの方は、フェラムネのおまけの方も、そうですね、刻印がありますね。 あとは全部同じやつだと思うので、まあ結論といたしましては、まあ造形が本当全く同じなんですけども、笛ラムネのおまけの方が、ストラップの穴のサイズが少し小さくて右に寄ってるという結論に至りましたね。じゃあまあお次はこちら見ていきましょう。まあ、ちょっとやっぱりこうしてみると、 ストラップの穴の位置がやや若干右に寄ってるのかなと。笛ラムネのおまけの方が。はい。あとはちょっと造形が同じそうですね。まあ、これ横から見た感じですけど。これが前から見た感じね。あ、でも多分、ここの長さがちょっと違う。 かなーって思ったんですよ。ちょっと笛ラムネのおまけの方がここが長いのかなって、今触ってるところ思ったんですけど、ただバリが取られてないだけなので、多分長さ自体は一緒なのかなと。で、ここに元ネタの方は、多分これ香港だと思うんですけど、逆に印字されてるんですけど、文字が書いてあります。笛ラムネのおまけの方は書いてないですね。あの若干かすかにあるかな 文字が文字が多分潰れちゃってんのかなで、この車なんですけど、これ別のバージョンもあるんですよ。フェラムネのおまけで。まあ、この黄色とオレンジのやつ、これもフェラムネのおまけ。このフェラムネのおまけと比較すると、まあ、この上下についてるものがなくなった状態になってますね。で、あの、造形自体は一緒なんですけど、これ裏面ちょっと見ていきましょう。こうね、裏面見るとわかる通り、こう、一応刻印があるんですよ。黄色い車の方が。こんな感じ。 先ほどの元ネタと全く一緒ですね。刻印が逆になっているので。ですけど、このオレンジ色の方は刻印がないんですよね。一応これは結構刻印が潰れやすい造形のおまけなのかな。はい。繋げた感じはこんな感じになりますね。本当に全く一緒なんだよね。大きさといい、造形といい。全く一緒なんですけど、 こんな感じで。いいね。このプラスチック版が笛ラムネのおまけで、元ネタがこのかっこいい銀メッキ仕様っていうのがもうたまんなくいいよね。非常にこれはちょっと嬉しいですね。じゃあ今日はですね、こんな感じで終わりにしていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございます。Twitter、Instagram、セカンドチャンネルやってます。詳しくは説明欄に 期待してます。